おはようございます。本日2024年5月の11日土曜日でございます。本日ですね、 JR 神戸大阪の開業150周年ということで、いろんなイベントがあるんですけど、このデゴイチ広場でも本日の午後イベントが開催されます。今ね8位なんですけど、今 A 準備中です。おはようございます。すいません、許可も取らせていただいて、いやこれ A 準備中なんですよね。はい、そうなんでしてんねんっていう話なんですけどね。で、あのここを歩行者天国にするんですよね、実証実験かなんかで。この芝生みたいな引いてんのは今日と明日2日間で、どんな風に使われるのかも含めて、一般のお客さんに見てもらおうということですよね。でそれを準備してらっしゃるんですもんね。こんなんね、誰かがせなきませんからね。ということで今日はいいイベントにしたいですね。はい、はい、また後ほど。そうか、このグリーンストリートってやってらっしゃるんやな。5月1日から5月12日まで社会実証受験、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。 JR さんすごいな。まあ、特にね今日は快晴なんですよね。でこの快晴の中にこの神戸駅前広場が変わるって、実証実験されてるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。これ JR 神戸駅150周年か。なるほどね。これはでもすごい緑が多いっていいね。こういうのいいですね。小学校3年生から150周年おめでとうございますってメッセージを掲出してるんやわ。ええですね、こういうのは。神戸大阪150周年プロジェクトでございます。これかパネル展、1868年。今2024年やからね。あ、結構ね親子連れの方とか、はい、見学してらっしゃいますね。これぜひですね現地に来てゆっくり見ていただくのが良いかと思います。今の神戸駅の駅舎、今の神戸駅3代目なの？100歳なんの？マジですごい年数やね。あ、神戸駅前広場がね今回変わります。どんどん変わってまいります。本日 JR 神戸大阪間開業150周年おめでとうございます。こちらですね JR 神戸駅でございます。シックな佇まいですね。でここにですね、この反対側に、あれですよ、カフェがオープンしたんですよ。スターバックスでございます。 Wi-Fi も電源もあるとお聞きしております。なんかねすっごいお客さんなんですよ。あ、でもまだ空いてるわ。ございます。はい、モーニングみたいなのはないですよね。モーニングというかサイズアップみたいなのだったら、ああのソーセージパンかシュガードーナッツ。なるほど、承知しました。じゃあとりあえずすいません、アイスコーヒー一つください。はい、サイズ S で結構です。はい、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 ありがとうございます。ということでコーヒーを持って上上がります。あ、階段なんやね。はいはい、スターバックス。なんかもう静かで綺麗よねスタバって。あ、広いわ。いや広いお店。とりあえず真ん中の2つのテーブルに電源があると。プロジェクションマッピングの準備で真っ黒になってるんでしょうね。見晴らしがいいです。いや戻ってまいりました。2024年5月の11日土曜日でございます。
JR 神戸駅のイベントはデゴイチ広場でもやってます。今からねデゴイチ広場に向かいたいと思います。こんな感じでキッチンカーいっぱい出てますね。うわ偶然かわいいですねえイコちゃんでいいんですよね。イコちゃん若干前が見にくいんでしょうね、はい、頑張ってください。はい、今回のイベントでは なんかね HDC 神戸ともコラボしててこういうイベントもやってますね。クイズラリーか、こちらが HDC ですね。ハウジングデザインセンターっていうのね、はい、こちらで、クイズラリーの受付があるようでございます。そうか、このここでね席で座ってのんびりできたらええよね。ちなみにデゴイチ広場芝生広場でゴロリンの日めちゃくちゃ人おない。いや良いことですね、多客ですね、たくさんの方が来られてます。そして芝生の広場の上もいっぱいですね。今日のイベントはですねとにかく12時から21時まで晩の9時までやってますよ。モルックとかねボードゲームとかパフォーマーとかねキッチンカーも、それから制服を着た JR の社員の方が結構いらっしゃるみたいですね。これすごいイベントやな。座ってみて急に動いたりして大丈夫？え、二人怖ない？全然怖ない？大丈夫？さっき急にこっちに来た。え、これ動かへんやん。え、全然動かへん思いっきり、あ、でも動く、あー握手してって言うたら握手してくれるかもしれんよ。お、握ってもらえたやん、握手。あ、もう一人握手、いいじゃん。あ、グー、グー いいですね、グー。あ、手消毒、あ、消毒、あ、なるほどね、ちゃんと握手した子にはもう一人消毒いいですね、こういうの。どうですか、感想は。怖なかった？うん、あ、よかったよかった。芝生広場で、ぐるんと寝転がってね、ゆっくりされてる方もいますし、多分ねお昼寝してる方もいますね。そしてこちらモルクっていうね遊びです。そしてお弁当を食べてる方もいらっしゃいますね。これいいですね、このなんかあの広場にしてゆっくり遊べるような感じでね、はい、ご家族連れの方もたくさんいらっしゃいます。いいイベントですね。許可を得て撮らせていただきます。味おいしいですか、お弁当？とってもおいしい。どうですか味は？グッドということでね、このデゴイチ広場、こうやって芝生広場でゴロンっていいですね。ほんまに寝てる人いますよね、あれ。あそこ何人か寝てますよ。あ、裸足が気持ちいいですね。はい、ということでありがとうございます。いや、すごいイベントですね。めちゃくちゃ人いっぱい来てますね。あ、お疲れ様です。はい、ということでちょっと抽選行ってまいります。ちょっと抽選どこなんやろな。この抽選の方どっちやったな。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。まあとにかくねすごい人。ああ、お疲れ様。あれ何、ここデゴイチのブース？え、ここでもグッズ販売とかしてるの？お、あ、これは、うん、あの買っていただいた方がこれ欲しいって言ったら差し上げてる。買った方にプレゼントということですね、はい、承知しました、ありがとうございます。あ、これはこちらでいいんでしょうかね。はい、お願いします。はい、はい、あ、ありがとうございます。あ、これで回すんですね、はい。こっちですね、イエーイ。すいません、開けていただいていいですか？ごめんなさい。はい、何やろう、何でしょうか。あ、クリアファイル、クリアファイル、ありがとうございます。最一番いいやつ当たりました、ありがとう。え、クリアファイル、クリアファイル、 あこれ別でいただきましたでも嬉しいです。はい、盛り上がってますね今日のこのイベントね。はい、じゃあ頂戴します。はい、はい、どうもありがとうございました。いや、盛り上がってますね。 JR の職員さんがこれ鉄道模型を走らせてるんですね。ちなみにやっぱりお子様鉄道好きなんですか？なるほど、お子様鉄道好きなんですか、はい、ありがとうございます。未来のお客様でございます。はい、いや、もうね全てのイベントがですねいっぱい、あ、
これ鍵工も絡んでんねや。鍵工と JR さんがコラボしてるイベントなんですね。こんな感じです。これは子どもの制服を着るというイベントでございます。で、こちらがですね、神戸ビールなんですけど、神戸ビールも人いっぱいやね。もうとにかくすごい人。